ストロークサードエディションになるだけで、そう、ゴーク参戦記念スペシャルです。すごい調子で使ってる。まあただ春麗ですから、ミスノは勝とうが負けようが最後の対戦相手がゴーキになるという中ですね。さあ大パンターゲット、まずは1本貯めてと。おっと届かない、移動投げになってないか、確率スパイク行っていく、そこの読み合いですね。あっと、いやだしてさ、ダッシュ中足滅殺号波動と、こう攻めるときに急に攻めるってなるから、差し込みのセンスです、これが、ね、高いですよね、非常に。こうなんか、行かないよ、行かないよ、行かないよ、行くみたいな、鉄拳で理想の立ち回りですよね。あと、ここは歩き投げ、ここ、実はあれだと、倒しきるタイミングで出すような感じなんですかね。確かに俺なら出しちゃうよっていうタイプでした。まあラウンドも先行されてるのであんま無駄にはしたくない。さあただここはああスカルンだ、こうよく出していかないと厳しくなる、きついぞ、よく先行く、これはどうなる、あーと100機投げ、あさすがにたまらず、この後ですね、膝ー、出なかったー